ズハムのトンキンが野軍で躍動しているガンジツハムでヤンキースのマイケル・トンキン投手の変身ぶりに米が驚愕している。3度の戦力外を経験し、4月22日に加入したヤンキースでは13試合登板で1勝1敗、防御率 0.93 と躍動。入団前に酷評していたファンは、彼に謝らなきゃダメだねと猛省している。34歳未遇では2018年に日ハムでプレーし53試合に登板。12セーブ、24ホールドをマークした。前日8日、日時間9日の4度ころじ、ドジャース戦に2試合連続で登板。大谷翔平投手との対戦はなかったが、6回途中から1回、2、3で無安打無失点。6試合連続無失点と安定した投球を見せた、米メディア、ジョムボーイメディアのヤンキース専門アカウント、トーキンヤンクスが公式 X、旧、ツイッターに、マイケル・トンキンは、今季ヤンキースで13登板で、防御率 0.93 を記録していると投稿。さらに、ヤンキースに入団する前、今季メッツとツインズで合計6試合に登板し、防御率 6.00 だったことに言及していた。トンキンは、昨年12月にメッツと1年100万ドル、約1億5000万円で契約。開幕から3試合登板した後の4月5日に、メッツからDFA、事実上の戦力外となり、9日からツインズ、17日から再びメッツと渡り歩いた。22日には今季3度目のDFAを受けてヤンキースへ。一月で3球団に所属する激動の4月を過ごしていた。ヤンキース入団後に好投を続けていることにファンも驚愕。SNS 上にはマット・ブレイク投手コーチを称賛する声もあり、マット・ブレイクの伝説、マット・ブレイクは魔法使いだとしていた。トンキンについても、このシリーズ最大のハイライト、彼に敬意を、私は彼に謝らなきゃダメだね、最近では、守護神のホームズより彼の方を信頼しているといったコメントが並んだ。フルカウント編集部。